今ですね、スリランカの、キャンディに来てます。でここは高原ですね、コロンボから110キロちょっと離れたところの奥地に入ったところです。だから高原なんでコロンボに行くのはやっぱり涼しいです。でこの辺り、セイロンのお茶、セイロンティーって有名だと思うんですけどね、そのお茶の取れる高原の近くです。で今来てるのは、ホワイトブッダです。そうですね、こんな感じです。でこの景色がね抜群です。で結構カップルでここに来てね休んでる人結構います。すごいですね。1993年にこれできたので結構新しいブッダですけどね、景色が抜群ですね。でこういう風に休んでます。こんな感じですね。あそこにもすごい、はい、ハロー。あれが人造湖のキャンディー湖で、あの市街です。山が見えます。すごいですね、綺麗ですね。